F リーグ2012シーズンプレーオフの結果はご覧の通りです。今シーズンの優勝は名古屋オーシャンズ、6年連続6度目の優勝を手にしました。準優勝はシュライカー大阪、3位に府中アスレティック FC となっています。2月4日バサジー大分の練習場日和谷体育館でゴールキーパークリニック第2期の最終回が行われました。全5回の日程の最後となる今回のクリニック、講師は貞永選手、青柳選手、清家選手の3人。今回はウォーミングアップも早々にゲーム形式での練習が行われました。本格さながらのこの練習、1対1で交互に攻撃と守備を入れ替わります。2点先取した方の勝利。まずはトーナメントの組み合わせを総当たりで決めていきます。やらしい。いやー、皆さんすごく上達していますね。そして特に盛り上がったのはこの戦い、清家選手対青柳選手。よく見えなかった方、もう一度。この動体視力、さすがです。どちらも譲らない戦いを繰り広げます。来週もクリニックの続きをお送りします。お楽しみに。